はい、こんにちは。今回はですね、以前コメントの方でお花屋さんの道具を紹介してほしいっていうあのリクエストもありましたので、普段、まあ、僕が使ってる道具類をですね、あの、まあ、簡単ではあるんですけれども、ちょっといろいろと紹介していこうかなと思います。まずはハサミ類ですね。あの、まあ、花屋にはなくてはならない道具なんですけれども、まあ、ハサミもですね、まあ、いろんな種類がありますので、まあ、ちょっといろいろとこう使い分けて使ってはいるんですけれども、一応この中で、まあ、普段僕がよく使ってるっていうものをいくつか紹介しようかなと思います。まずはですね、こちらの花切りバサミですね。このハサミがですね、まあ、僕なんかよく一番使うハサミなんですけれども、まあ、あの結構硬いものから、細いものまでもう本当に何でも切れるっていうハサミです。刃の部分ですね、この刃の部分が、まあ、やっぱ使ってるうちに欠けてきたりとか、あの切れにくくなったりっていうのがありますので、よく研ぎ屋さんの方に研ぎに出してます。やっぱりですね、切れないハサミでそのまま花を切ると銅管を潰してしまったりとかですね、あんまりよろしくないもんですから、常に切れ味はいい状態に保つということが大事になるかなと思います。まあ、実際ですね、まあ、このハサミがすごい、なんていうのかな、握った時もすごい手にフィットするので一番まあ使いやすいっていうのはあるんですけれども、まあ、とにかくこう茎をですね切る時に、まあ、とても切りやすいというのが一つありますんで、まあ、このハサミを多用してます。次にですね、こういうちょっと細い感じのハサミですね。で、まあ、これは何に使うかと言いますと、例えばこういう細い枝なんかをですね、切る時なんかは、まあ、こういうちょっと小さいハサミでこういうふうに、まあ、細かいところを切るっていうようなハサミですね。あと、まあ、よく使ってるのがこちらの、ナイフですね。フローリストナイフっていうものになります。これはですね、まあ、ハサミよりもこう切り口を斜めにこう広く切れますので、まあ、一番この花の茎を切るのにはこれがベストですね。一番水が吸いやすくなるっていうメリットがあります。このナイフの持ち方とかですね、ちょっと気をつけないと、まあ、やっぱり手を怪我したりするっていうことが結構ありますので、初心者の方なんかはちょっと注意が必要かなと思います。ナイフの、話にも少し触れましたので、ナイフの使い方を少し説明しようかなと思います。出すタイプともともと出てるタイプといろいろあったりするんですが、一応今回はこういうタイプの、よくあるタイプのナイフを使っていこうと思います。ナイフの持ち方はこれが基本的な持ち方になります。ナイフの刃と親指をですね、まあ、このように平行になるようにします。ここのですね、まあ、ナイフに親指が近づくと、まあ、このように触れるとですね、親指切れてしまいますので、まあ、ここの距離は一定にするというのが基本になります。茎を切るときにナイフを、まあ、このようにして当てます。で、基本の形としてはこの親指で茎のこの辺りをちょっと支えて、でナイフの刃を当てると。で、この時に、なんていうんですかね、こうテコの原理でこういう力をかけると。そうすると、まあ、このナイフの刃がしっかりと茎にこのように入りますので、こういうふうに長くまっすぐに切ることができます。で、ナイフを動かすときはこの指でこのように刃を動かすんではなく、手の形はこのままで、この手をこのように引くという形です。さらに言うと、このナイフの根元の部分から先の部分にかけて切るように、根元からこのようにこういうイメージですね、こういうイメージでこう斜めにこう引くような感じで切るとより鋭角に切ることができます。まあ、このようにですね、まあ、長くこう切ることができますので、ちょっと上級者向けにはなってしまうんですけれども、よりですね、切り口を出してあげた方が、まあ、花の持ちなんかも良くなるかなと思います。ナイフの他にですね、こういうカッターを使うという方もよくいらっしゃいます。で、まあ、こういうカッターでもですね、とても鋭くスパッと切れますし、まあ、何よりこの刃がですね、交換がすごい簡単で、その点がまあ使いやすいっていう方もいらっしゃいます。僕はですね、ちょっとこのカッターのこの薄い感じっていうんですかね、折れるのはメリットなんですけど、ちょっと折れそうなのが少し怖いっていうのが僕はありますので、そういう面でちょっとこの安定性のあるですね、こちらのナイフの方をよく使ってます。皆さんがちょっとこう家庭でですね、お花をちょっといけたりしたいよっていう時に、まあ、おすすめなハサミが、こういうタイプの
花切りバサミになります。まあ、刃の部分も短いですし、女性の方なんかもすごい持ちやすいグリップになってますので、非常に使いやすいものかなと思います。硬いものから細いものまでいろいろオールマイティに使えますので、結構おすすめです。でこのハサミはホームセンターとかネットで通販なんかでも売ってるんですが、花切りバサミっていう検索をかけてもらえればすぐ出てくるものだと思います。このハサミなんかは、一家に一台じゃないですね、一丁なのかな、一本なのかな、まあそんな感じです。あとちょっとこう特殊なハサミとして、こういうなんていうんですかね、枝切りバサミみたいなものを使います。太い枝なんかを切るときによく使います。これはちょっとだいぶボロボロになってしまってますので、また新しいものに新調しなきゃいけないなというところです。あと最後にこちらのですね、リボン用のハサミっていうのもあります。これがちょっとこう刃が気持ちギザギザしてる感じになりますので、こういう結構つるっとした柔らかいリボンでも滑らずに切れるというハサミになります。これはですね、もう本当にリボンなんかもですね、ラッピングとかでよく使いますので、このハサミはかなり重宝して使ってます。次にですね、こういうちょっとこう長いナイフなんですけど、これが吸水性のスポンジを、まあ、切る用のナイフになります。で、まあ、なんでこんなに長いかっていうと、まあ、大体その吸水性のスポンジっていうのが大体サイズが大まか決まってまして、まあ、これをそのまままっすぐ切れるというようなもので、まあ、この長さで作られているということです。で吸水性スポンジもいろんなメーカーから出てますので、まあ、それぞれのねナイフっていうのも出てまして、各社いろんなですねメリットのあるナイフっていうのを、まあ、出してるということになってます。というわけでですね、まあ、これ以外にも細かく分ければ本当に今いろんな道具を使ってですね、花を生けたりしているわけなんですけれども、とりあえずですね、まあぜひね、このハサミをちょっと買って、で、まあお花を飾るっていうのをですね、ぜひトライしてみてほしいなと思います。ご視聴ありがとうございました。こういう、